アダム・シルバーはアメリカ合衆国の法律家であり北米のプロバスケットボールリーグ NBA の第5代コミッショナー2012年10月25日デビッド・スターンが2014年に退任することを発表した際に次の NBA コミッショナーとして推薦され2014年2月1日スターンの公認として同職に就任したシルバーはユダヤ系でニューヨークの北部 ウエストチェスター郡、大のユダヤ人家庭に生まれた。父親は、ニューヨークのプロスカウアー、ローズ国際法律事務所の法律パートナーであった。シルバーは、幼少からニューヨークニックスのファンだった。ライハイスクールを卒業後、デューク大学に進学し、そこでは、社交団体である、ファイ・デルタシータ会のメンバーであった。1984年に卒業し、 1985年まで連邦議会議員レスオーコインの立法補佐官を務めた。1988年にシカゴ大学で法学士を取得した。NBA に加わる前にシルバーはクラバススウェインムーア法律事務所に訴訟担当として勤務した。また連邦裁判所裁判官のキンバウッドの法務書記も務めていた。 1992年より NBA に勤務し、現職に就く前は、コミッショナーのスペシャルアシスタントの地位にあった。NBA スタッフ長であり、NBA エンターテインメントの社長であった。シルバーは、マイケル・ジョーダンを追った TNT ドキュメンタリーで知られる、IMAX ムービーの上級プロデューサーも務めていた。2003年に、シルバーは、タイム氏と CNN の国際ビジネスに影響を、 及ぼした経営者リストに選ばれている。また、スポーツ業界で力のある人物100人などにも、たびたび選ばれている。2012年10月25日、スターンが2014年に退任することを発表した際に、次の NBA コミッショナーに推薦され、2013から14、シーズン中の2014年2月1日に就任することが発表された。 2014年4月29日、シルバーは人種差別発言で問題となったロサンゼルスクリッパーズのオーナー、ドナルド・スターリングの永久追放と250万ドルの制裁金を課すことを発表した。ありがとうございます。